じゃあその続きで聞きたいんですけど、はい、その技術はそのカレッジに行って勉強したんですけど、はい、じゃあ知識、その植物に対してとか水揚げとかに対しての知識っていうのはどうされたんですか？当時私が、うん、あのフラワーデザインカレッジにまあ通う前とかは、うん、あのおじいちゃんとか、うん、あの従業員さんとか、うん、まあ父親であったり、まあ水揚げ方法はまああの簡易的にこう昔からの積み重ねてきた歴史もありますから、うん、あのそれでまあこうやって水揚げするのかってこう自分も手伝いながら覚えていったのもありますし、うん、こういざあの教室あの、うんデザインカレッジで、うん、あの勉強した時にこう、うん、教本みたいなので、うんうんうん、こうどんな花例えば菊なんてのも、うん、あの水でこうハサミで切るんでなしに、うん、こう割る折るっていう感じですよね、うん、こう折ってこう水揚げする方がこう、うん、水がすごく上がりやすいとか、うん、あと水切りって言ってバケツとかに水を張ってその中に茎を入れてこう挟んでパチンってこう切ることによってこう水が吸い上がりますよみたいなのはこういう教科書でとか、うん、あと図鑑とか、うん、とかでもまあ勉強しましたし、うん、あとマニアックな部門ってあるじゃないですか。洋蘭とか、そうですね、ありますね。エアープランツ、うん、多肉植物、うん、やっぱりこう図鑑でも、うん、なかなかこう一つ一つをこう着目して育てていくと、うん、やっぱり水のやり方の加減とかも変わってくるじゃないですか。そうですね、そういうのはあのマニアックなお客さんがいるわけですよ。洋蘭の大好きなお客さんがいてはるんですけれども、うん、その方がこう、うん、私のお店に来て、うん、こう今日はこんな蘭入ったんですねちょっとじゃあこれ買いますって言った時に、うん、あのこれってどうやって育てるんですかって、うん、私自身も聞くんですよ。お客さんの方が知ってるから、うん、あの何々入れといてねってこうよくお客さんにも言われるんですけど、うん、例えばオンシジウムとかの、うん、ちょっと変わったボブキャットとかいろいろあって、うん、変わり種をちょっと仕入れてくれないかみたいな言われたこともあって、うん、じゃあいざ仕入れてみてこれってどうやって育てるんですかねって聞いてみるとすごいもう1から100まで、うん、でもね、あの、うん、花をこう愛する人ってすごいこうマニアックになっちゃうので、そうですね、あのもう喋りたがるんですよね。もう1から5までいいのに10まで聞かないといけないから、うん、あいやまあでもね、あのそれって悪い意味じゃなくてすごい勉強にもなるんですよ、ね、なりますね、うん、あそうやって育てていけばいいのかってなった時に、うん、今度お客さん別のお客さんが来た時に、うん、これってどうやって育てるんですかって聞かれた時に、うん、あのお客さん確かこうやって言ってたよねって思ったらそれが私がまたこう伝えるわけですよ。それしたらお客さんも納得するわけですよ。そうですね、なるほどって。だからあのお客さんに実際、うん、まあ、あのお花の先生も来はりますし、うん、ですからもう親身にもわからないことはわからないって言った方が、うん、あのお客さんは教えてくれるんですよ。そうですね、知らないのかって言う方が、うん、では教えてあげようみたいな感じです。だからもう遠慮なくわかりませんって言うんです僕わかりませんって言うと、うん、あじゃあ教えてあげようみたいな感じで教えていただくので、うん、実際はお客さんに教えていただいたことの方が多いですね。あれもそれいいですね。そうですね、やっぱり、うん、あの正直にこう分からないって言った方が気持ちがいいっていうんです。そうですね、中途半端に、うん、あの本とかインターネットとかで、うん、あの調べた知識ってすごいこう上辺だけとか、そうですね、奥深く掘り下げた時の知識って、うん、やっぱこうなんだろう、引き出しの中にしまっておいて、こういうお客さんが来た時に、うん、その知識をこう引き出してこう提供すれば、うん、あここの花屋さんの兄ちゃんに聞けば間違いないなっていう風になって、割とね知識をこう提供することもできるようになりましたし、やっぱまあお客さんのおかげっていうのもありますよね。そうですね、うん、そしたら話を変えて、はい、野口くんが
最初に花市場に行ったのって、はい、いつですか？花市場にこう連れてってもらったのが、うん、高校生の時ですかね。ちょうど繁忙期とか、うん、あのちょうど車の免許も取り立て、うん、高校3年生で、はい、あの車の免許を取りました、うん、で、まあ、軽トラックも運転できるようになりましたってなった時に、うん、ちょっと荷物多いから花市場に取りに来てくれないかって父親がこう言ったわけですけど、うん、そこに、まあ、あの幼少時代も、うん、あの連れてってもらったことがあるし、あそこの市場やって言って、うん、西日本かきって言って、うん、あそこねって言ってフェリーのあるところねって言って、うん、で僕も場所知ってたから、うん、取りに行ったわけですよ、はい。ただ高校3年生で、車の免許取り立てとかの時のちょうど忙しい時期、うん、物日の時ですか、もうちょうどもうトラック満帆でもう詰めんわと思ったら、ちょっと取りに来てって言った時に行ったのが初めてですかね。でその時は、はい、その市場で競りを見るとかそんなんじゃないし、荷物を取りに行ったのが一番最初の感じですか？たまたま、うん、あのだいたい鉢植え鉢花をこう取りに行くことが多くて、うんうん、あの鉢花の競りって結構長引くことも多いじゃないですか。そうですね、ちょっと早めに取りに来てくれないかって一便をこう呼ばれる時があって、うんうん、あのその時にまだ競りが続いてる時間が、うん、あったわけですよ、はいはいはい。その時に実際にどういう風な売り方してんだろうなっていう風に、ちょっとまあ私も興味があったわけですよ、うんうん、噂には聞いていたけど実際どういう風に売られてるのかなっていう風なのもありましたし、うんうん、ちょっと覗いてみようかなって思ったわけですよ、うん、競り場を覗いた。はい。その時のなんかイメージってどんな感じでした？荒っぽいジャングル、うん、まあ活気がありますよね。そうですね、うん、もう本当になんていうんですか、いろんな植物があって、うん、まあその中でこう男の人の声がすごいもうブワーってもう外からも聞こえてくるんですよ、うん、こう車を止めて降りた時に、はいどうもーって言って、うん、活気がありますねーって言ってこう聞こえて、うん、何をやっとるんやと思って何をこんな力を込めて打ってて、だからもうセリバのもう活気というか、うん、もう声が飛び交ってるわけですよ。そうですね、一生懸命まあ売ってるわけですから、うん、もう負けじとってこうね、うん、こうお客さん売さんの方に向けてこう、うん、お花を売ってるんだなっていう印象もすごい、もう、うん、もうこう立ってくれみたいな、こう、うん、まあジャングルでいうおたけびですか、おーみたいな声がこう聞こえてくるような感じですか。ここ立ってくれーって言ってこう言うてる、ああやっぱ変わるなって、うん、やっぱ、あでもやっぱそういう感じで売られてるのかって初め思いましたよね。ちょっと怖かったかな、うん、ああうん、うん、もうちょっとスマートなのかなって花だからそうですね、もうちょっとどうですかどうですかみたいな感じかなと思ったけど、すごい荒かったからびっくりしましたよ、ね、うんで野口くんが一番最初に花市場で買った時のエピソードって何か覚えてます？切り花と鉢植えで分けた時、まず切り花って何を押したっていうのは？切り花自体は、うん、あの私はまあ一応まあ分業って言ったら言い方あれですけど、まだ父親がこう、うんうん、あの花市場にも仕入れ行きますし、うん、一応切り花鉢花でちょっと仕入れをこう分けてるんですけれども、うん、父親が主にメインに切り花を仕入れに行ってまして、うんはい、で私が鉢花を管轄っていうか担当させてもらえるようになって、はいうんまあ、いざ切り花をこう自分が技能士っていうか国家資格を取って、うん、いろいろとこう生け込みですか、うん、あと、はいコンテストとかもあるんですよ。技能士っていうその枠とかいろいろ、うん、花キューピッドさんとか、うん、NFD って言って日本フラワーデザイン協会みたいなところの、うん、大会とかもあって、うん、その時にやっぱりちょっとこだわった、うん、商品っていうか、うん、植物っていう風なものもやっぱりこういざお店に置いてないものってどんなものがあるんだろうって思った時に、うん、やっぱ自分はこういう花が
欲しいなって思った時にこう、うん、ちょっと市場切り花買いに行かせてよってこう、うん、お願いして、うん、ああ分かったじゃあこの日は行っておいでって言って、うん、セリビーこう見させてもらって、うん、こう切り花を買いに行ったんですけど、うん、切り花何を押したかって言ったらちょっとまあ覚えてないんですけど、なかなかこう手が出しにくいっていう印象があって、うん、結構スピーディーなんですよね切り花。そうですね、まあうん、あの物が多いとちょっと緩やかな感じですけども、うん、僕が行く時大概荷物が少なくって、うん、セリで買おうと思っても押しまけるっていうんですか、うんあのバラでもちょっと特殊な色のバラがちょっと欲しいなって思って、うん、あこれ狙ってたのにっていうのが押せなかったりとかで、うん、結局あのトラックスカスカで帰っちゃったっていう、うん、何しに行ったねって親父にも言われてごめんなさいって言って結局注文で、うん、仕入れましたけど、うん、なかなかねあのあ欲しいものを競りで買うって難しくって、うん、そうですね、うん、ちょっとこの値段でいいのかなっていう風な、うん、あのお店で売るにあたって仕入れね、うん、でやっぱ思ってる値段があると思うんですけど、うん、お店によってもあると思うので、うん、やっぱり自分がこの競り落とす時にちょっと遠慮しちゃったっていうのがちょっと敗因であって、うんうん、まあその経験を積むことによってやっぱ欲しい時はもう行かなきゃっていう、そうですね、うん、思わないといけないし、やっぱもうこだわったあの植物っていうのはもう一番の方にこう手配してもらうのがまあ一番っていう風なのもその競りに行ってもう感じたことですよね、うんうんそうですね、うん、そしたら花市場で苦労したエピソードって何かあります？はい、そうですね、私は今、まあ、鉢植え、うん、あの花苗もそうですし、洋蘭、観葉植物、うん、もう、まあ、あの仕入れをたん、まあ、全部すべて、まあ、1年中通して、うん、あの管轄させていただいてるんですけれども、うん、あの市場さんでこう、うん、しあの産地もまあたくさんあってこう市場に集結する、うん、あの植物でもこうまあ商品のラインナップっていうのはまあ揃えられるとは思うんですけれども、まあ私自身もまあちょっとまあ変なとこって言ったら言い方悪いですけど、ちょっと他と違うなんか商品欲しいなって思う、なんか欲はちょっとマニアックな、ああそうなんですよね、羽根さんそれありますよね。まあ、そうなんですよ、うん、まあこだわってるところは本当にこだわってますしね、うん、それで、うん、それは同じ買い付けに行ってる売産人の方からお誘い受けたこともあるんですけども、産地、うん、実際にこう展示会みたいなのもありまして、うんうんうん、まあ、そちらの方に出向いて、うん、商品をこう買い付けに、うん、行って市場にこう下ろしてもらうように手配するっていう風なやり方もあって、自分の目でこう見つけに行くっていう風なことも、うん、まあ今の時代もまあできるわけですよ。そうですね、うんうん、それで静岡県に展示会に行った時に、うん、個人農家さん、はい、静岡県も広い東と西とかでもこう広い海域でこう分かれていて、うん、個人農家さん三島っていう方、東京寄りなんですかね、うん、どうしてもそこに個人農家さんがいてすごい僕いいなって思った、うん、生産者の方がいて、うん、ちょっとこれいいですね、欲しいなって思った時に、うん、こう運送業者さんとか、うん、こう運賃のこう兼ね合いとか、うんうん、組合とか入ってると、うん、そこの週なんていうんですか、商品をこう集めてくれるこう集荷場っていうのが、うん、まあ、各地あると思うんですけど、うん、やっぱ個人農家さんはそこを、まあ、別でもう私は私の花を売りたいっていう風にしてやってはる農家さんもいてはって、うん、集荷を回ってもらってるわけですよ、うん、で西日本花器さんで仕入れてはるんですかって、うん、こう言われた時に、うん、ああそこまでちょっと運送業者走ってないですねってこう言われた時に、
ああどうしたらいいんだろう、どうしたら手に入るんだろうと思って、あの市場の担当者の方とかもいろいろちょっと相談したんですけれども、なかなか市場の方もやっぱりこう運送業者をこう手配するっていうのが難しいみたいな、ね、買い付ける方が多かったら、あのそれは可能か、まあ私のために1ケース2ケースだけこう取りに行くその運賃代とかもこう言われると、ちょっとね諦めないといけないのかなって思って、ちょっと悔しい思いをして、でもそれその思いがこう止められなかったんで、もう宅配でもいいから送ってよって言った時もあって、でも生産者の方、それが慣れてる生産者もいれば、こう箱詰めして苗を送るっていう、あの概念っていうのが、あの慣れてる業者さんは可能ですけど、これやったことないんですよって言われた時に、いいですかみたいな、ちょっともしかしたら土がこぼれたりとか、ちょっと粗い詰め方になるけど大丈夫ですかって、いやどうしても欲しいんですよって言って、ムンチンこっちで持つからって、でいざ仕入れてちょっとあいいなって思って、でもやっぱ同じあの市場さんからこう仕入れた、まあ例えばですけど今パンジービオラをこう生産されて出荷されている農家さん、あの西日本花卉さんで仕入れている、あのそのなんていうんですか、あのパンジービオラとあの運賃をかけて仕入れたこだわったパンジービオラ、傍から見たお客さん同じように見えるわけですよ。何が違うのって値段が差がついてるわけです。ああ、そうですね。あの、運賃も乗っかってるわけですから。でもその時にこう力を込めて私がこう売り込むわけですよ。お客さんにこう、誰誰のどこそこで仕入れてきた、あの、パンジービオラですからどうぞ使ってやってくださいみたいな感じで。でもやっぱお客さんはもう、やっぱり家計ありますからね。やっぱそれを選ぶ権利は、やっぱお客さん、やっぱ100円のものがいいのか200円のものがいいのかは、やっぱりこう、押せないわけですよね。どうしても。ですから、やっぱ運賃の加減とか、あと、そこまでトラック走れないよって言われた時にちょっと、あのどうしてもっていう時がこう仕入れられないっていうのはやっぱ苦労したかなっていうのがありますよね。その時はパンジーとかビオラを送ってもらったんですか？いや、また違いのガザニアとかですね。で、夏の時だったんですか？そうですね。だから、ちょっと怖かったらしいんですよ。群れとかが。ああ、そうですよね。あの、普通の花専用のこう、運送のトラックだと、こう、台車に詰めるから安心っていう。だから、ちょっと気使ってもらったから、ちょっと申し訳なかったなっていうのもありますしね。なかなか、こうすぐ送ってよってちょっと言いにくくなっちゃったから、もうまあ希望するならば、まあ、あのこれから花業界、花市場関係のこう、なんていうんですか、こう流通の部分でもっとスマートに、こうどこの市場に行ってもこう手配できますよみたいな風になってもらったらいいかなと思ってるんですけどね。そうですね。